法政大学大原社会問題研究所は、法政大学に付属する社会、労働関係の研究所、専門図書館。社会科学分野において最も古い歴史を持つ研究機関である。また、設立当初は大原社会問題研究所と称し、法政大学とは別の機関であった。日本社会運動資料、月刊、大原社会問題研究所雑誌。 年間の日本労働年間などを観光。高坂一郎の急増書や協調階級所蔵の資料などを所蔵を一般公開している。特に日本における社会運動史労働運動史のコレクションが充実している。これらの資料は大原デジタルライブラリーとしてデータベース化されるとともに多くがウェブサイトで公開もされている。とりわけ観光した。 資料集に基づく日本労働年間や社会労働運動大年表データベース社会労働運動大年表解説編は膨大な情報を提供している。2008年には大原記念労働科学研究所、倉敷中央病院、大原美術館、岡山大学資源植物科学研究所、公益財団法人有林会とともに大原ネットワークを結成し、 大原孫三郎に関する情報共有と相互の活動支援を行っている。2016年4月現在の所長は鈴木玲。大阪時代の大原社会問題研究所1953年から1981年まで研究所が入居していた厚生大学53年間倉敷紡績、倉敷木織、中国水力電気、中国合同銀行などを立ち上げた。 実業家の大原孫三郎が1919 19年に大阪市南区カテ町の石井記念愛前園に自分の名を冠して設立。翌年7月に天皇寺呂人町の新事務所に移転した。設立当初は社会問題、社会科学と労働科学の2部門を置いていたが、後者は倉敷労働科学研究所として独立した。1922年12月に、 財団法人化した。創立に際して、京都帝大の川田史郎、米田翔太郎のほか、川上はじめや徳富祖宝らも協力し、初代所長には ILO 労働代表問題で、東京帝大を辞任した高野岩三郎を迎えた。大内ひょえ、森戸達夫、串田民蔵車さ蔵山名吉鶴などが、研究員や嘱託となり、昭和初期の厳しい時代にも、 社会科学の研究を続けたが、九百三十六年に、大原孫三郎からの出資を打ち切られたため、研究所の土地建物と図書を大阪府に二十万円で譲渡し、翌年東京市ヨドバシク柏木の山内多門邸を購入して移転した。その後は組織と人員を縮小し、相川義介の吉住会から年三万円の寄付を受けて細々と研究活動を続けたが、 1945年5月25日の空襲で土蔵一棟を除いて、所蔵の図書、資料類を消失したため、翌年、末広伊豆太郎の圧線により神田駿河台の旧、東は研究所ビルの一室に移転した。1949年財政難のため、法政大学の付属機関となり、8月23日に駿河台から同大学内に移転し、10月16日をもって、 財団法人を解散した。1951年に再度独立、財団法人法制大学大原社会、問題研究所となった。戦時中に観光停止していた日本労働年間は1949年に復刊し、1950年代から60年代にかけて労働運動や労働問題の実態調査も進められた。 1967年には港区南麻布に麻布文室が設置され、4年後の1971年から図書、資料の一般公開が始まった。1986年に同大学社会学部、経済学部の移転に伴い、東京都町田市に移転するとともに、財団法人を解散し、明日ともに大学付属の研究機関となり、現在に至っている。 2019年には研究所、創立100周年の格式年事業が行われた。東京都町田市相原町4342、法政大学大原社会問題研究所の閲覧室は誰でも利用可能となっている。ありがとうございます。